まばゆいこの星ゼロに戻るならば、すべてを捨てて レーブル地区の方も珍しく回ってきたのね。ああ、特に何もなかったが、ちょっとした引っかかりはあってな。お前の方は別件に当たってたそうだが、何かあったのかよ。ええ、ジンさん、構いませんね。もちろんだ。3月の時点で共同で当たった案件でもあるしな。3月ってまさか。そちらと共同というと反移民テロ組織でしょうか。ええ、真なる有志団ギルドとあなたたち、そして CID で全メンバーを検挙した最大の反移民テロ組織。それとは全く異なる反移民組織が動き始めたような兆候が見られるの。何？そんなテロ組織があるんですか？ああ、と言っても反移民のテロ組織と断定できてるわけじゃないんだが、最大勢力だった有志団のシンパを取り込んでいるらしいのが分かってな。それ以外の大小様々な反移民系の組織が合流している可能性まで出てきた。おいおい、マジかよ。そんなの初耳なんだけど。ええ、現時点ではあくまで少数、警察の方でも全くつかめていないわ。そしてさらに不可解なのが、共和国以外でも動きがあるらしいってこと。そいつは、その話、以前の事件で少しばかり心当たりがありますね。トワさんと一緒に対応した北方系移民の失踪事件だったわね。あの件は有志団が戦力増強のために白人系をスカウトしたと目されていたけど、後の当局の取り調べで彼らの背後に別のブローカーがいたことが判明してね。レミフェリア公国、ノーザンブリア自治州、自由都市圏、そして帝国のジュライトック、ここ3ヶ月同じブローカーにそそのかされたらしい失踪事件が少数だが起きているそうだ。やはり生活に困った貧困層の住民が共和国方面へ向かったという情報もあってな。ギルド総本部でも事態を重く見て各国の支部に警戒を促している。そんなことが。表立ってはおらぬようだが、確かに見過ごせぬ動きのようだな。しかもここ3ヶ月ということは、宇宙計画発表と同時期ということか。ええ、偶然かもしれませんが、総本部もその点を気にしてるようです。もろもろ事情はありそうだが、やはり CID が全く動いていないのも個人的には気になる。なるほどな。
あくまで期間限定にはなるが、改めてよろしく頼むぜ、エレイン。ええ、こちらこそ、バン。みんなもよろしくお願いするわ。そしてベルガルドさんも、この機会に改めて勉強させてください。こちらこそだ。剣の乙女の手腕拝見させてもらおう。悪かったわね、面倒ごとで。お、ふん、どうせ動きやすそうとか悪くないくらいの感想なんでしょうけど。いや、なかなかいいんじゃねえか。涼しげだし、お前のイメージにも合ってる。白いヒールも強化素材を使っている割に洒落たデザインだしな。そうかしら。とっても素敵ですよね。あのバンさんがって、僕たちのも褒めてくれたっけ。どうせ前に適当にコメントしてむくれられた教訓じゃねえのか。いかにもありそうね。私もニナより存在な扱いだし。バン様も未だお若いに、そちらはまだまだ修行中なのでしょう。うん、解決や家業や武術ほどにこなれておらんのは確かであろうな。そうか、うるせえぞ。ったく、先生も乗らないでくださいよ。とりあえず夕方までは遊撃士のエンブレム抜きで付き合うわ。 4SPG いつでも始めてちょうだい。ああ、そんじゃあメンバーを決めて午後の解決業務を始めるか。そういえばアニエスさんはいないのね。一緒に活動できればよかったけど。私も午前はほとんど付き合えなかったし、オーベルに様子を見に行ってもいいかもね。ま、一応有名人二人だ。どこへ行くにしても注目を集めすぎないよう注意してくれや。特にジュディスな。なんでよ、一応気をつけてるし。
ュースセンターより最新のニュースが入っています。突然の連絡申し訳ありません。アークライドさんの端末でしょうか。昨日マルドゥック本社でお目にかかったトールズ所属アルティナ・オライオンです。古本、本日連絡させていただいたのはトールズ関係者としてではありません。私が準所属するエプスタイン財団のクロスベル支部からのお願いとなります。込み入った話になりそうだから一旦事務所に戻らせてもらったが、しかしナジなのか、定常が再び奪われちまったってのは。メルヘンガルテン、 MK 社が開発していた仮想現実シミュレーター。私もジンさんから軽くほのめかされていたけれど、しかもまさか MK 社が奪還を放棄してエプスタイン財団に丸投げしたなんて。ええ、残念ながら事実です。問い合わせたところ私の方でも確認できました。4月某日、異常を生み出していた原因を皆様に取り除いていただいた後、5月に大規模な改修アップデートを行い、6月にベータ版を公開する直前だったそうです。とある勢力によりおとぎの定常が再び乗っ取られてしまったのは。それもガーデンマスターみたいなゲネシスを使った裏技じゃなくて、真っ当なというのも変だけど、最新のハッキング技術で掌握されたなんてね。確か MK のネット技術は大陸でも1、2を争うんじゃなかったか。それこそエプスタイン財団がライバルみたいだけど、でもその財団に丸投げしたってことは。ああ、その辺はうちが最低限フォローさせてもらうわ。ミラベルさん、昨日ぶりだが、また唐突だな。こういう話になるのであれば事前に共有してほしかったですが。すまんすまん、 GM の方針で財団主導で進めるよう言われててな。アルティナちゃん、今後は任せるとして最初だけフォローさせてもろうてええかな。ええ、それはもちろん。引き継ぎも完了はしていませんし。おおきに。そんじゃ百聞は一見にしかずや。現在のメルヘンガルテンがどうなってるか非仮想モードで見てもらおうか。グリムガルテン、黒の定常、そういった意味合いのようですが。だがその紋章は間違いなくって露骨すぎでしょ。結社見喰らう蛇、去年から何度か関わっているけど、あの破壊って人が MK のシステムを乗っ取ったということなんですか。いや、それがどうもわからへんねん。ただ破壊は技術者やないし他の担当者が関わっとると思うけど。結社はアストラルコードという謎のシステム言語を利用しているそうだし、そうした技術を扱う部門や専門家が動いているのは間違いないでしょうね。ええ、現在エプスタイン財団も専門家を動員して解析を行っています。ですが正直なところ相手の掌握速度に追いついていないのが現状でして、なお結社に乗っ取られた時点で MK 社は定常を通常の動力ネットから完全隔離、 MK の通信衛星と財団の研究回線、そして
結社の精神の通信網のみで稼働している状況です。財団も頑張ってくれてはいるんやけど、要所で強力なプロテクトが仕込まれとってな。しかも厄介なことに、定常内の領域攻略でしか解除できへんことが明らかになっている。その対処に俺たちをまた見込まれてもってのが正直なところだが。ええ、ただ MK はともかく財団の方には同情禁じ得ないわね。ちなみに MK から財団には財ファ企画のいくつかのコア技術の公開が打診されていまして、技術専攻されていた財団としては背に腹は変えられなかったようです。なかなかえげつねえじゃねえか。はい、我が所属企業ながら。まあ、立ちが悪いのは認めるわ。ただ例の計画への全面協力のため MK のリソースが割けへんのも確かでな。閉じたネットワークやから放置もありやけど、結社絡みとなるとギルドも興味を示してて、ならばそのバックである財団にみたいな経緯でお任せしたところもあるね。その意味で解決事務所の皆さんに直接関係している案件ではありません。あくまで旧定常を最終攻略した実績をこちらが見込んだだけですので。ですが財団からの十分な報酬と技術サポートはお約束できると思います。この依頼、いえ 4SPG でしたか、どうか検討していただけないでしょうか。こっちもいろいろ忙しくてな、完全に引き受ける約束まではできねえ。ただまあ、まずは様子見くらいはしてみるさ。よろしいのですか。ああ、動向がわからねえ結社について何か手がかりがつかめるかもしれんしな。お前らも構わねえか。はい、報酬も出るようですし、前と同じくいい訓練になりそうです。うん、彼らのハッキング技術は気になるし、僕も依存はないかな。クソ面倒だが、空いた時間で実践感覚を鍛えられるのは悪くねえ。いいんじゃない、どんな風に奪われたのかも気になるし。ふん、セリスたちも挑んだそうだし、私も一つ試させてもらおうか。当然私も参加させてもらうわ。結社が絡むなら放っておけないから。皆様ありがとうございます。ではまずは仮契約という形で認証 ID を発行させていただきます。おっと、それからこのアプリを送らせてもらうで。グリムサーチ、まさかこいつは以前使ったシャードサーチの新しいバージョンということかしら。ええ、それの黒の定常に特化したものですね。通常のネットからは隔離されていますが、財団、MK、結社の回線にまたがるためか、現在特殊なトークンやポータルが共和国の都市部で発生している状況です。それぞれグリムトークンにグリムポータルなんて命名されとる。ちなみにポータルはネット結節点で、定常にアクセスできるゲートなのは同じ。トークンは定常のリソースのかけらで、いろいろおいしいもんの解析に使えるのも同じや。了解だ。そんじゃまずはグリムポータルを探すところからか。通常のシャードサーチと連動させるから、手始めに旧市街で試してみようか。
風の勇者、出発だ。お宝ゲットだ。進むぜ。進むとしよう。次はどうする？手に入れたぜ。よし、かかるぞ。アーロン君、頼んだぞ。
堂々。オルタ！悪くねえ。バックアップします。ディオン、みんなを癒して。ありがとう。エレインさん。加勢しよう。頼んだ。逃がさないわ。合わせて。どうや。頼むわ、エレインさん。続いて。いいぜ。チャンスだ。エンバス。振り注げ。エクソシアレイ。やったか。皆さん、お疲れ様です。話は後や。一旦入り口に戻して。仕方ないわね。そのくらいなら手を貸してあげるわ。Thank you.
予想通りの面々がめでたく足を踏み入れてきたか。獅子殿以外は初めてだが、枷の勇者も含めて期待できそうだ。博士のわがままにも困ったものだが、まあ表の仕込みを彼に任せられるなら、このまま裏を手伝わせてもらおう。次なるは第二領域。名乗りはまだ早いが、様子見くらいは彼女に頼もうかな。